そのプラン75っていう、うん、75歳以上の高齢者が自分で死を選べるっていう制度に関わった人たち、うん、私この前プラン75見てすごい良かったって言ってたでしょ。うん、おすすめしてたんだけどどうよ。行きましたよ。よかったよ。あれよかったでしょ。うん、あれは今年見とかなきゃいけない映画よね。なんかめっちゃ愉快って感じじゃないんだけど、うん、終わった後なんか、はあ、いいものを見たって感じで、うん、あのまあいいものって言っても心温まるとかそういうのでもないんだけどね。なんかさ、印象としてこう邦画を見たっていうより外国の映画見たような印象だよね。うん、そう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 。説明が少ないっていうか、セリフ、あのみんな絵で見せてくっていうか、うん、展開がこう説明的じゃないんだよね。そう、いろんな行動をするし、それぞれの視点から見るから、うん、もちろん立場や考え方も違うんだけど、言葉セリフにもしないでフラッと行動して表情で見せるっていう、うん、そう、ちょっとした表情とかちょっとした仕草で、うん、その時々の気持ちとか生きてきた人生のいろんな片鱗伺わせたり、すごい脚本だよねこれ、うん、ね、すごいねこれ、うん、台本薄いのかな、とがきが多いんじゃないの、とがきしかないんじゃないのみたいな感じだったよね。だって、うん、そんな感じだった。だってセリフでとにかく進まないんだもん。うん、動きがねメインだったからね。うん、うん、だからね、私見に行った時に隣のおじさんが寝てるわけよ、うんうん、私行った時も予告からいびきが聞こえてましたよ。予告からそれは早いわね。それは関係ないから、中身関係ないもんね、うん、いやでももう予知してたのかもね。ね、だからちょっとこれは若干文芸作っぽいし、うん、エンタメじゃないじゃない、うん、だからこうエンタメ映画を見慣れてる人にはもしかしたらちょっと退屈だったのかもしれないよね、うん、動きもさ、うん、そんな速い動きじゃないし、ほんとゆったりゆったりお年寄りの速度でさ動くから、うんうん、私写真展とかを見に行った気分だった、うんうん、光とか色合いとかも写真っぽいんだよね、うん、写真っぽいって言い方は変なんだけど、うん、映画っていうよりはみんな風景画みたいな感じで、うん、それぞれのカットが切られてる感じで、うん、すごくいろんな見せ方が、構図とかも面白かったよね、うん、そう、私もでも最初この倍賞千恵子さんが結構割とメインでね押されてたから、うんうん、倍賞千恵子さんをずっと主人公として進んでいくのかなって思ってたんだけど、うん、そのプラン75っていう、うん、75歳以上の高齢者が自分で死を選べるっていう制度に関わった人たち、うん、それぞれ4人の視点からその制度を見たり、お年寄りを見たり、うん、なんか自分の人生を振り返ったりっていう風な感じで進んでるじゃないですか、うん、なんかすごい人生ドラマとして割と4人分見た気がしますね、うんうん、そうだね、それぞれの視点で結構特に何も語らないけど、うん、描かれていたからね、うん、そのプランにプラン75に関わり方としてね、うん、だからやっぱこう死とか見つめる、みんな向き合うっていう話だったよね、うん、で、あとやっぱりこの制度が作られるにあたって、そのフィリピン人の人が出てきたじゃない、うん、で、あそこはなんか困った時にみんな助け合ったりするコミュニティがちゃんとあったじゃない。あー、確かに、うん、みんなで集まってる時になんかこう救いの手をみたいなの、うん、で、うん、協力し合ってた、うん、だからそこの対比もあったんだと思うんだよね。日本社会はそういうのがちょっと希薄になってしまったがゆえにこういうプランに進んでっちゃったとか、そういう感じで、最終的に人と人とのコミュニケーションって大事なんじゃないかなみたいな、そういうところを私はすごい強く感じたんだけどね。この制度の話とかあらすじって見た時に、やっぱ姥捨て山じゃないけどさ、なんか昔のやっぱりそういう話とかも出つつ、なんか賛成か反対かっていうのを話の中でいろいろ扱ってんのかなって思ったら全然違ったな、うんうん、なんかそういう表層的なことではなかったよね、うん、そう、だこのプラン75っていう問題提起された上、この何政策っていうので問題提起されて、うん、その制度に対してみんながどう思うかっていうのが生き方として絵で見せてたって感じだよね、うんうん、ねえ、うん、
でやっぱりあの年寄りと若い人たちが断絶してるんだけど、うん、なんかいずれまあこの若い人たちもそのプランに向き合わなきゃいけなくなっていくわけだし、うん、だからこの物語としてこの人たちがどうなったかとかそういうことが大事な映画ではなかったよね、うん、設定だけ見るとね、うん、すごい SF チックな話だなとは思ってたんだけど、うん、なんか実際日常的なものに寄り添いつつ、うん、全然 SF じゃなくてありそうな未来、うん、かつ、うん、人間の悩みっていうのは結構割と普遍的だなって思った、うん、一人一人の小さな仕草にリアリティがあったんだよね、うん、だから見てる人たちがこう違和感なく入ってけたんだと思うんだけど、うん、もうほんと小さい洗濯物を取り込むシーンとか、うん、詰め切るシーンとか、うん、おばあちゃん同士でこうカラオケするシーンとか、うんね、会社で上司とこうなんとなくやり取りする若い男の子とか、うん、コールセンターの女の子とか、なんかこう特別にその子たちがその仕事に対してどう思うとか生き方どう思って語らないんだけど、うん、そういうのがふとした仕草ですごく出てくるじゃない、うん、出てたって その辺の描かれ方もうまいしリアリティがあったなって思ったんだよね、うん、私あの、うん、おばあちゃん同士のカラオケのシーンが一番 SF でしたもん。恋目じゃないんだって、なんとかの歌 A のなんちゃらかんちゃらみたいな感じででっかいもん探してたじゃないですか、うん、はい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 、その姿のが SF だわって、あ今となってはね、ね、だあそこはカラオケボックスっていうよりあの皆さんの公共の場でだから予約を入れてやってたわけでしょ、うんうん、だカラオケって近未来でも生きてるのよ、生きてるのか、歌は大事よ歌は大事ですねそう歌は大事よ、うん、あなんかねこれもともと是枝監督があのオムニバスで作った映画、なんか短編の中の一本らしいよ、それをこのいろんな監督のなんていうの人たちの集めてオムニバスにしてそれを長編化した映画みたい、うん、あそうなんだ、うん、それでなんかカンヌで賞取って今回また日本で大々的に多分あちこちでまたかかってるんだと思うんだけど、ドライブマイカーみたいな感じ、あどうなんだろう、ドライブマイカーもなんかそんな感じだったっけ、あなんかカンヌでまたもう一回盛り上がるって言ったらきっと来年来ますよ。あ、来年来るかしら。そう、来年来るよ。アカデミー賞。あ、来年ね。でもこれは世界に通用する映画だよね。うん。テーマが普遍的だもんね。そう。なんかね、結局映像美としてもすごい綺麗なんだけど、うん、なんだろう。やっぱその映像、風景綺麗っていうだけじゃなくて、やっぱその人間のさ、うん、すごい性的なもの、生きてる、あ生きる、うん、生きる力っていうのをやっぱ絵の中に入り込んでるなっていうのは感じました、うん、みんながそれぞれ別々に生きてるんだけど結局し、うん、向き結構死と向き合うって避けて通りがちじゃない、うん、そこをすごい真正面から見つめてる作品だったから、うん、そういう意味ですごい私はいい映画だなと思って、うん、ただなんか意外とおばあちゃん、見に来てたおばあちゃんとか、うん、思ったより軽い映画ねみたいな反応もあったんだけど、あれじゃないですかね、やっぱりほら死を向き合って不安に駆られて暴れるとかさ、あ、うん、あでもっと奪捨て山みたいな、じゃあなんかその、ね、壮絶なね、うん、なんか思いを絵にしたっていう感じの想像が来るんじゃないかな、やっぱ死を題材としてますってなると、もっと淡々としてたものね、うん、うん、まあやっぱそれはさ、もうすでにそういう制度ができてて、ある程度みんなも覚悟ができてたっていうのが前提にあるからだと思うんだよね、うん、まあでもこんなプランがあったらあれよね、なんか人に迷惑をかける前にって思っちゃってもしょうがないかもしれないよね、うん、ね、でも10万円少ないですよ、うん、少ないわね、少ないよ。でもそれ10万もらったら1週間だか10日だか短かったわよね、確か。そうそう、でもさ、うん、なんちゃらっていう有名なフランス料理1食食べたら5万円ですよ、うん、だからもうそれを食べて、うん、死への旅立ちよそれ食べたらあとしらすご飯じゃん。
いいのよ、1週間だから納豆とかで。そっか、納豆寂しいな。じゃあ最後にそれを食べればいいのよ。しらす、しらす、納豆、納豆、フレンチよ。フレンチじゃあそれでいくか。この映画でも本当良かったから、もしまだやってたらっていうか、いつまでやってるかわかんないけど、ね、ぜひ見てほしいね、いろんな多くの方に。穏やかな気持ちで見れる作品だよね。私の方がめいこちゃんよりだいぶ前に見てるけれども、うん、なんていうのかな、印象に残るシーンが絵で頭の中にすごくこう再生されるから、うん、印象深い映画だよね。だから時間経っても忘れちゃったみたいにならないっていうのかな、うん、ね。うん、ではでは、この辺で、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。